ちょっとね、寝起きなんだけど、結構なんか、驚きな感じが、ね、これみんなにもさ、ちょっと確認したいんだけどさ、俺も全然裏取れてなくて、びっくりしてるんだけど、捨て頃の俺の試合とドレさんの試合が生放送されないって、これ本当なの？これ本当？なんか俺も寝起きで全然、寝耳に水とは本当にまさに寝耳に水な状態なんだけど、これ本当？なんかドレさんも結構なんか不安になってて、なんかワード、これどう思う？みたいな感じだったんだけど、なんかドレさんがすごい、なんかちょっと話しようっつって今コラボしてたんだけど、ドレさんとツイキャスの方で。なんか俺は全然弁当太郎さんに電話で確認した方がいいんじゃないですかって言ったけど、仲良くないから聞きづらいって言ってたんだけどさ、それみんな昨日の記者会見とか見た？全部配信するとチケット買った人の旨味がどうたらって前に言ってた。前に言ってた。俺聞いてないんだよな、それ全然。言ってたのは本当なんだ。ありがとう、ちびおりんさん。じゃあ本当っぽいな、なんか話的に言うと。それさ、記者会見とか、昨日の枠でとか、それ言ってたの？便所太郎さんが。明日は放送しない、和道の試合と、ドレさんの試合と、まあ、だから第2、第3、第4試合は放送しないっていうことは言ってたの？便所太郎さん。それ確定なのかな？前に言ってた。おお、どうなんだろうな。とりあえず LINE 入れておくか。それは言ってなかった。昨日初めて聞いた。あ、そうなんだ。何なんだろう。それでドレさんがなんかすごい、いや、まあ、ドレさんがっつうかさ、何なんだろうな、そう。なるほど。本当なのかな。今ごつかぶニートさん。ああ、後で YouTube に全部あげるっつった。ああ、じゃあ、ドレさんが言ってた通りなんだ。おー、なるほど。おー、おー、なるほどな。なんか、ねえ、それね、どうなんだろうみたいな。事務所所属の人がいるから全部配信できない。いや、全然。ねえ、それだったらズキティだけの試合外せばいいんじゃないの？っていうふうにはなってて。どうなんだろうな。ちょっと難しいよな。あ、電話。あ、おはようございます。ありがとうすいません、朝早くに。ございます。はい。なんか、ドレさんとさっき、僕も寝起きであれだったんですけど、ズキティと僕とドレさんの、第2、第3、第4試合が、放送されないっていうツイキャスで、っていうふうに伺ったんですけど、それって本当なんですか？で、放送をどこまで放送しようかなというのがあって、要はやっぱり現場に来た人だけが全試合見えるということにすると。で、放送の方を1試合か2試合目で1回切って、で、5試合目ぐらいからまた再開すると。
で、その間のやつっていうのは動画で撮って、アップロードすると。はい。いうことにしようと思ってます。ああ、じゃあもうそれは結構、確定だったんですね。なるほど。なんか、その後は、あと細かいタイミングに関しては、はい、その時の、当日で、はい、雰囲気とかで決めようかなと思うんですけど。なるほど、なるほど。すいません。今、放送中なんですけど、これ切ってちょっとお話した方がいいですか、それともつけっぱでも大丈夫ですか。その辺の話は大丈夫ですよ。僕も放送で言ってるんで。了解です。じゃあ、つけっぱであれなんですけど、なんか、ドレさんとか僕とかって過疎じゃないですか。みやびさんとか。で、なんかやっぱり。逆に、この放送しても、放送しちゃってもいいんですけど、で、ほら、僕らの放送はね、放送回でもいいんですけど、はい。そう、後ろの方をね。そのエンディングとかは放送しようかなと思ってます。なんかやっぱりその、なんか過疎の人が今回のその命張るわけじゃないですか。なんかやっぱ正直なところ、売名したいっていう部分に夢見て頑張ってる部分って大きいと思うんですよ。はいはいはい、まあ、大きいですね。僕もドレさんも正直なところ気持ちを言うと。だから、それでなんかモチベーション下がっちゃうっていう部分もあるのかなとかも思って。ちょっとじゃあその辺考えますよ。放送に関してはほら、はい、イベントの流れと関係なく、もういくらでも変えられるんで、はい、現段階では。例えばなんですけど、僕、実は、ドレさんから相談あったときに、便所太郎さん、いろいろ考えてる人だっていうのは、もう分かってたんですよ、はい、動き的に。だから、美味しいところは大手だけとか、そういう人じゃないっていうのは分かってるんで、例えばなんですけど、1ラウンドだけ試合は流しますとか、要は2ラウンド、3ラウンドまでもつれたら、結果は YouTube でとかでも、全然。やっぱりなんか、その辺の細かい切り方っていうのも考えてるんですよ。はい。だからさっき言ったのが、はい、その切るタイミングっていうのはその日のなりでっていうような言い方をしたんですよ。ああ、なるほど、なるほど。例えば、はい、じゃあ、はい、今の時点でね、はい、じゃあ実試合目が終わったところで配信を切りますじゃなくて、はい、今言ったようにね、その1ラウンド目で終わりとか、はい、2ラウンド目で終わりってのはその日のなりで、はい、雰囲気で考えてるんですよね。もうその現場の流れみたいなことですか。やっぱりその例えば、はい、じゃあぐだぐだやってる1ラウンドで放送を切っちゃったら、はい、見てる人はなんだぐだって終わりじゃねえかってなっちゃうけど、はい、こういい感じで盛り上がってるところで放送一回終われば、はい、その30分後に枠開いた時も見てくれるじゃないですか。絶対美味しいですね。自分の枠にドカンですもんね。その辺、はい、だから切るタイミングっていうのはまだ、はい、はっきりこことは決めない方がいいかなと思って。ああ、なるほど、なるほど。わかりました。っていうんで、はい。はい、あと、僕、全然、例えばなんですけど、便所さんが、はいはい、いや、こういう理由で、和道の放送カットだからって言ったら、僕、全然それでも試合出ないとかはないんですけど、全然出させてもらおうと思ってるんで、よろしくお願いします。大丈夫ですね。はい、あと、なんか結構、ドレさん心配。な感じだったんで、弁償さんからちょっとメールかなんか入れていただけると多分嬉しい。はいはいはい、なんか、ドレさん結構、なんていうんですかね、奥手じゃないんですけど、そういうところあって、気にしいなところもあって、ほら、年が上だけど、弁償太郎さんの方が閲覧あるから、どう接したらいいのかわかんないっていうところで。なんかあったらこうやって連絡してもらった方がいいんで。そうですよね。なんか、一言言っていただけると、多分、気持ちすっきりすると思うんで。はい。はい、すいません。朝早くに。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。はい、まあ、こういうことでした。はい。ボクシングの試合でも客いれば勝者いるじゃん。役いれば。でもね、俺はね、まあ別に全部垂れ流してもいいんじゃないかなとも思うけど、配信って難しいんだよ。アドルさん、この放送今聞いてる？全然聞いてもらって全然いいけど、便所の金儲け詐欺やん。あのね、金儲け詐欺っていうか、200万とか300万の動く話で、便所太郎さんもさ、その、イベントを盛り上げることを考えてるわけよ、第一に。選手の売名とかって大事なことなんだけど、全体のこと考えてるわけよ。俯瞰して見てるわけよ。
わかる。だから、今さ、こうやって話したら、あ、確かにそうだよねって、売名したいよねって。だったら、俺も考えるわって言ってくれたわけじゃん。だから、なんつうの、今、便所さんは選手としての目線が強くないわけよ。そうじゃなくて、興行主として、リスナーのことを、配信者のことを、イベントのことなんだよ。あくまでイベントのこと。だから、全然、やっぱ売名したいですって言ったら、そうだよなって言って、じゃあ、そういうシーン作ろうってなると思うよ。配信者じゃなくてよくね。俺は、でも、それでもね、それでも、俺は別に放送全部垂れ流してもいいんじゃないかなとも思うんだよ。俺は。ただね、でっかいイベントにしたいんだと思うよ。閲覧がガーって稼げる。あ、ヒロロさんどうも。まあ、金儲け詐欺っていうか、なんだろう。金が絡むことに関して、要は今回社長なわけじゃないですか、マサトさん。社長なんですよ。え、くるくる？くるくるですか、皆さん。見えてます？なんかね、俺は別に金儲けは悪いことだと思ってなくて、なんだろう。あれだとは思うけど、まあ、ただ、選手に一言、この件はこういう方針でいきたいから、まあ、放送しない選手に限っては、前もって言ってもいいんじゃないかなとは思ってるけど、見えてる？おかずレッサーさんいらっしゃい。とは思うけどね。なるほど。まあ、YouTube に全部あげるからいいじゃん、見れるじゃんっていうのも、違うよなっていうのもあるし。みんな必死になって考えてる話だから、誰かをいじめようとかないじゃん、別に。普通にパパッと決まる話でしょ。風邪治んねえな、しかし。ドレさん安心したかな？大丈夫？俺もドレさんの枠見てみよう。どうで？ドレさん。まあ、ドレさんの試合見たいっていうのもあるよな。俺も、まあ、試合ね、できれば、あれだよ。どうせぐだるんだろう。全体を放送したい気持ちは俺にもある。ですよね。でもお金払って足運んでくれたり、特典的な部分、それ違くねってことです。なるほど。わかる。わ かる。なんか、でも、本来そういうのって、シークレットマッチとか、特典的な部分、なんか、あれですよ。便所さんの考えに立てつくとかそういうことではなくて、まあ、俺らのネームバリューがないっていうのもそもそも問題だから、ちょっと言いづらい部分はあるんですけど、選手は命張るわけじゃないですか。怪我とか練習とか命張るわけじゃないですか。だから、そこはやっぱそれを楽しみにしてるっていう部分があるし、本来だと、それ用の前座とかを用意すべきだったと思うんですよ。最初組む段階で。要は、放映権はないけど、YouTube になる。だけど、それでもいい仮想枠みたいな、前座枠みたいなノリだったら、本人たちは、そのつもりで出れたっていうか、今回もう放送されて売名もできる、勝てば有名になれるみたいな部分があるっていうのもあった。入場シーンだけ放送するっていう、ああ、試合見せたいっていうのは多分あるんだと思いますね。だから、さっきもコメントであったのが、余興の歌の部分とかを特典映像にしたりとか、シークレットマッチとかを特典映像にするのどうなの？っていう意見もあったし、試合って一番メインのところだから、そこを見せないっていうのはどうなんだろうみたいなところも思うんですよね。入場シーンだけ放送。いや、あ、スケさんね、それは違う。プロの選手ですら全部やるわけじゃないんだよ。あれってメインマッチっていうのはテレビの放映決まってるけど、3分になるか30分になるか分かんないじゃん、ボクシングの試合とかって。だから、3分で終わっちゃった場合のために、セミって言って、そのメインマッチの前の試合とか、KO で勝った試合っていうのを録画しておくの。で、それを流すんだよ。そうですよね。試合を見せたいですよね。僕も正直、まあ、なかったら僕、便所太郎さん考えてることだから諦めようっていうのが僕の考えなんですけど、出たいか出たくないかで言うと、めちゃめちゃ出たいですよ、やっぱ。
だって控室から出れないわけだし、リスナーさんも放送で応援するってやっぱ言ってて、勝つところ見たいっていうのはもうすごい聞いてるわけですよ。もう見たいか見たくないかで言ったら絶対見たいんで、リスナーさんはずっと練習して試合で。で、僕らのリスナーさんって YouTuber のリスナーさんじゃないから、やっぱコメントで応援したいと思うんですよ。なんか、ああでもね、こうでもね、やれやれとか、ワード負けたとか、勝ったとか、今のローガーってやりたいんですよ。多分動画で部屋の中で一人で見ても、なんだこれってなっちゃうかなっていう。試合はちょっと流してほしいかなっていうのはありますね。他のシーンはどうでもいいから。ぜひぜひ、すいません。お願いします。いろいろ考えてるんだと思う、ほんと。会場に来ないやつは見れない。キャパが足りないからアリーナぐらい借りでや。無理だよ。アリーナのキャパいくらか知ってんのかよ。DVD にして5000円とかで売るつもりなんでしょ、どうせ。いや、違う違う違う。YouTube にアップするって、要はタダで見れるってことでしょ。大晦日の三大タイトル戦とかは3戦全て流してる。それだって3戦全てがタイトルマッチとかだからだよ。そうそう。3戦全てお金をかけてメインマッチぐらいの豪華さでやるから、そういう尺でやるの。コメントで応援したいっていうのあるよね、絶対ね。難しいところだよね。だから別に俺は、いや、過疎だからダメなんだよっていうのも一理あると思う。もしそれが本音だから。だからやっぱその放送上で言えない本音建前って絶対あると思うから、なんかその話したかったんじゃないの、多分。話したいっていうの部分は。アンケートで決まる話でもないからさ。そうそうそう。でもさ、やっぱりさ、配信者、今回の企画のミソっていうのはさ、なんで殴り合うかって言ったらさ、俺らみたいな過疎っていうのはさ、やっぱりその、ああいうすごい人たちと肩並べて命張って、そのみんなの前で殺し合いをすると。なんでやるのっつったら、やっぱ目立ちたいからだし、そこに夢を見てるからなんだよ。これで俺も有名になれるかもしれないっていう夢があるんだよ。それで放送されなかったら俺らなんて価値なんてないわけだからさ。あ、引き当さんどうもです。いや、全然全然。和道とかドレさんとかみたいな。だから、その、なんだろう、和道とか、正直言うと、普段の放送のネームバリューは俺らにはないんだけど、今回の試合に関しては、見たいっていう人結構いると思うんだよね。絶対。今回の話すげえ難しいな。ねえ。でもまあ、そうなんだよね。見たいから全部見せたらリスナーが納得するかっつったら、それも違うのも、便所さんは大手配信者だから分かってんのよ。要はね、一番見たいのを見せないのが配信っていうのは、正解なんだよ。わ かる？それはそれで、実は美味しいんだよ。実は。だからね、すごい難しいところなんだよね。歌手だけカットがベストよって、やっちょが怒り出すけどっていう。だからそれは、その、友達関係とかの兼ね合いだけど、俺は正直、俺らをカットするんだったらなんで、その、余興の方をカットしないんだっていうのはあるよね。そこがメインなのって、結局閲覧じゃんっていう話になる。そしたら多分、その、なんだろう、最初から、その、過疎の人間とか、前座マッチみたいなのは放送しませんって、最初から契約するべきだったと思うのよ。じゃないと、その、不信感は絶対あると思うよ。だって俺、1ヶ月練習してきて初めて聞いた話だから、なんだろう。そうなんだって、ちょっとショックだもんね。和道の上達ぐらい知ったら見たいと思うよ。面倒言うのもわかるし、難しいな。難しいっすね、ちょっとね。なんだけど、俺は基本的に今回のイベントは、もうチケット売れたし、全部。これはすごいことだと思うから、俺は別に300人の前で試合できるっていうのでも、すごいチャンスだと思ってるから、別になんか、へそ曲げてさ、出ねえよとかさ、そういうことはやりたくないのね。ただ、その、全員が気持ちいいっていうのは、なんか大事なことだと思うのよ。一個のイベントに関して、便所さんを立
立ててるわけじゃん、全員。まあ俺寝坊して立ててなかったんだけど、そこは本当に申し訳ないんだけど、本当は絶対ね、あの記者会見行かないといけなかったんですけど、あのでも気持ちは、あの俺便所さん本当にずっと立ててきてるし、そのなんつうの、今回これ便所さんじゃなきゃできないっていう気持ちがあるわけよ。なんか全員気持ちよくあそこのリングに立てるようになったら最高だと思ってるからさ、全部放送するかしないかがシンプル。俺はなんだろう、全部放送していいんじゃないって。なんでかっつったら俺ら YouTuber じゃないから、うん、いや YouTube の儲けとかじゃなくて、俺らそもそも YouTuber じゃないじゃん。そこは誇り持ちたいの。なんか金のこともあるけど、俺ら配信でやってきて、配信でずっと支えられてきたのに、そこで配信やりませんっておかしくないっていうのは正直ある。生主としてあるの。ずーっと配信で支えられてきて、無料の人、学生とかさ、お金払わなくてもコメントで応援してくれてる人がいて、その何年間かがあって今ここに立ってるから、その人たちを金払わないからじゃあ見せませんっていうのは失礼かなっていう。だって地方っていう理由で来れない人もいるの分かってるから、俺は。でそうじゃない、生で見たいんだよって、俺ら生放送が好きでここまでやってきたんだよっていうの絶対あると思うから、そこはなんか出し惜しみしないで、もう大盤振る舞いじゃないけど、太っ腹なところ見せてほしい。便所さんがもう試合当日までに、分かったと、お前らの気持ち分かったと、俺は全部出すよって言ってくれたら、俺は試合会場に何の不安もなく。っていうのも、正直な話、俺正直な話言うと、もうなんか気持ちがファイターみたいになっちゃってて、試合当日に売名のこととかもうどうでもよくなってんの。正直もう戦うことだけに専念したいのよ。もうそれすらも邪心だと思ってて、なんか閲覧がどうとか試合順番がどうとか、もうくだらねえと思ってて、そうじゃなくてもう戦うことだけに集中したいのよ。安心してやりたいのよ。うん、いやあのね、弁当太郎さんはもう本当にいろいろ考えてて本当大変なんだよ。うん、で選手のこと全員愛してるし、この企画成功させ、だって俺電車の中でちょっと感動したもん。あのまあちょっとオフレコの話だからあんまりさ言うのもあれだけど、電車で二人きりになれるチャンスがあって、チケット完売おめでとうございますって、僕絶対売れると思いましたよって言ったら、便所太郎さんがちょっとねこう安心した顔して、今までやっぱ気張ってたのがちょっとふって感じで、いやー売れると思わなかったよって、で前売りは売れると思ってたけど、まさか90分で全部売れると思わなかったって、埋まってよかったよって言った、あの笑顔を見た時にものすごいプレッシャーだったんだと思うんだよ。だってよく考えて、みんな便所太郎さんって普段東京の凸とか企画をすごいやる人なんだよ。地方周りとか、この1ヶ月2ヶ月さ、全然自分のやりたい放送できてないの。全然自分のスタイルの放送できてないから売り上げ下がってるはずなんだよ。一言でも文句言ってる？言ってないよ。なんでかっつったらさ、ポスターする時間とか、あの選手の微調整とか契約書とか、もうずーっとそのこのイベントのためだけに身削ってるんだよ今、便所太郎さん。だからチケット完売できたっていうのはすごいことだと思うんだよ。ワドとドレさんがどれだけ配信で宣伝してた、それはさ、うん、だからそれもあるよね。うん、でもまあそれは当たり前のことだと思ってるから、やっぱ便所ね、みんなに来てほしいって、これ完売したいっていうのも俺も気持ちであったから。普通ね、チケットノルマ出すんだよ。プロの興行でも。要はこれくらい捌けよって。お前これくらい客いるだろうって。売れなかったらお前の手持ちなっつって赤字になるんだよ。売れたらまあその分10万ぐらい手元に入るけど、いやチケットノルマがあるのが普通なのに、便所太郎さんそれ一人で背負ってたの。だから俺は宣伝したかったの。みんな来て、みんな来てって。うん。便所500社に連絡。そうだよ。プレスリリース500社連絡入れてるんだよ。YouTube は全部後で非公式で勝手に上がるし、イベントの知名度は後々必ず上がる。そうだ、そうだね。300席埋まるってすごいことだよ。うん、それは美談じゃない。何がそれ俺らに関係あるのって話なんだって、放送しないってことは。ごめん、抜け作さん、何が言いたいのか俺アスペだからちょっとわかんねえわ。それはってどれのこと、うん、それ俺らにって、誰目線の俺らなのかわかんねえわ。うん、まあ俺、見たいってこと。結局当日券は出るか出ないかわかんない。放送が見れない人たちからしたらね。でも難しいところだよね。例えばさ、
俺ね、チケットが売れなかったら放送しないだったらわかるんだよ。要は、煽り？チケット買ってねっていう煽りだったらわかるんだけど、ぶっちゃけな話、もう売れたわけじゃん。チケット全部売れたわけじゃん。もうイベントとしては成功が確約されてるんだよ。そこで放送しないっていうのはどうなんだろうっていうのはある。おお。だってさ、売れなかったらさ、売りたいじゃん。だから俺ら協力しますよっつって、売れなかったらじゃあ WADA の試合ねえよ、買わなきゃってなるじゃん。でも売れたんだよ。それだけ売れてるのに。で、ドレさんの試合見たいじゃん、みんな。WADA の試合見たいじゃん。ズキティの試合、まあ、ズキティは事務所の関係があるらしいんだけど、この数ヶ月配信ネタになってんだから、これ以上欲張らなければ。いやいや、俺は欲張ってるっていう話をしてるわけじゃないよ。だから別にぶっちゃけた話、俺は放送なくても出るから。俺そういうことを言ってるんだよ。いや、俺もともと閲覧これくらいあったわ。ちいちゃん、俺がそういうふうにごねてるんじゃなくて、今まで応援してたリスナーさんからしたらってことよ。俺個人が売名したいとか少しはあるよ。だからそこがメインの話じゃないっつってんの。そこ誤解しないで。なんか放送しないならこれ先のイベント宣伝なんて意味ない。だから、まあ正直言うと、その、なんつうの、モチベーションは下がるってドルさん言ってたから、そりゃそうだよなとは思ったよ。それはなあなあになるじゃん。え、放送しないんだったら別に負けても勝っても知らないんだけどって気持ちにはなると思うよ。うん、リアルタイムで見れないの悲しいよね、ちょっとね。うん、いや、それが正直なところだと思うよ。え、別に負けてもどうでもいいんだけど、みたいな。俺は勝ちたいよ。俺は勝つけど、そういう選手がいて当たり前だと思うよ。関係ねえじゃん、みたいな。そうじゃなくて、全員本気になるようなイベントの組み方しないと。いやいや、事前に説明しなかったのはどうこうっていうのもあるかもしれないけど、いろいろ考えてるんだって。爆走見たくない。 それかもしれないな。それはあるな。爆走を見たくないのかな。あれ？本音が出てきたんじゃないの？爆走を見ると閲覧が減るとかあるんじゃない？ わかんないけど。そうだよ、もう爆走にはモザイクだよ。チケット買った人だけ盛り上げればいいじゃんってなるやろ。買えなかった人が大多数なんだから。そうだよね。買いたくても買えなかった人いるもんね、抜け作さんね。盛り上げるのは間違いない配信者。いや、マジで難しいね、便所太郎さん。いろんな立場があるから。そうそう、ドレさんのセコンドだからね。でもね、俺のリスナーさんでもいた。ドレさんの試合は会場から出るっていう人。なんでって、俺ドレさんお世話になってる、知ってると。ワドを鍛えてくれたのドレさん知ってるけど、爆走だけは許せねえ、俺は会場から10人連れて出るって言ってる人が本当にいた。それくらい爆走が嫌われてんのは本当。だから実はそういう裏側の理由もあるんじゃん。スポンサークラスの人たちがそれを言ってたから、もう爆走だけは絶対応援したくないって言って、本当に会場から出るって言ってたから。ね、まあそれを言ったら多分俺もあるだろうしね。WADA は見たくないっていう、難しいところだよね。さとみちゃんとの兼ね合いもあるかもしれない。ああ、なるほどね。最近ね、丸くなってきたよね、だいぶね。爆走はやり方うまいんだけど、フォローができないからね。炎上させるのはうまいんだけど、その後のフォローが下手なんだよ。チケット買った人は買った人のプレミア感ある。てかさ、買った人のプレミア感はわかるんだけどさ、それって会場に来るっていうことじゃん。なんつうんだろう。なんか、もともと、放送する前提だったからチケット買わないっていう人もいるだろうからさ。会場から出るほど、これネタじゃなくて本気で言ってるからね。いや、俺はドルさんの試合見てほしいから会場残ってくださいよって言ってるけど、本気で嫌だって言ってる人もいるぐらいだから。しかもね、結構ね、大御所から嫌われてんだよね、リスナーの。スポンサーで有名な人とかさ、力ある人にそれ言われちゃってるから。
そうだよね。地方の人とかさ、だって北海道の人とかさ、学生とかだったら絶対物理的に来れないからね。それでも金払えっていうのはここだよ。あれだぜ、俺、なんか自分の都合で言ってんじゃなくて、あれだぜ、リスナーさんに見てもらいたいから俺た、抗議してんだぜ。なんかさ、それをさ、なんかお前が目立ちたいからだろうっていうのあるよ、正直。あるけど、何のためにさ、これさ、便所さんに掛け合ってるかっつったらさ、自分のリスナーのためなんだよ。応援してくれてた人に試合見れませんっつってさ、納得するわけねえじゃん。そう。だから自分の都合と自分のリスナーさんの都合からするとさ、晴れ舞台なわけですよ。夢の舞台なわけだよ。正直あるじゃん、それ。俺らにとっても、俺を今まで応援してくれてた人もさ、ワドやったなって、ついに晴れ舞台だなって応援してくれてるわけで、それで出資もされてるわけですよ。それで、当日放送ありませんでしたっつったらさ、俺だけじゃなくて、イベント全体にも不信感が回るから、絶対良くないと思うの。なんか、そこは出し惜しみしたらダメだと思ってんのよ。なんか、全員良しが、俺はいいと思ってるから。確かにお金払ってプレミアム感ってあるけど、それは生の会場の空気であったりとか、握手会でも何でもやればいいじゃん。俺、握手会だったらタダでできんだから、別に道路で全員に握手するよ、300人。俺やるよ。まあ、俺にその価値があるかどうかわかんないけど、そういうことじゃないの。価値がある。価値をつけるっていうのがあれば、タダでできることやろうよ。そのために俺ギャラもらってんだから、別に。ねえ。なんか、今まで応援してくれてたさ、生放送のファンをないがしろにするっていうのは良くないよな。だから全然握手とかでよかったら、自分でそういうこと役立てるんだったら俺やるよ。そういう特権つけない？なんか。価値をつけてこうよ。どうでしょう、その案は。ね、放送外のことなんかいっぱいあるんだから。配信者なんてみんな誰かしら嫌われてる。まあね、まあね。俺なんかね、売名のワドっつってずっと嫌われててね、最近ね、よく練習してるから、よくしてもらってるだけで、みんなね、嫌われたり好かれたりあるからさ。そう、ごたごたしたらね、そう、パイセンのネタになるから、そう、放送は俺は全部回すべきだと思ってるね。とにかく試合に関しては練習みんなしてるし、モチベーション上がってるわけだから、そこに関しては俺は絶対出すべきだと思うけど。そんな桃七の歌とかね、そう、出されてさ、じゃあなんで俺の試合出ねえんだよって、命張ってるんだぜ、俺ら。俺、怪我してんだよ。どれさんだけ映さないの、コクラからって飛び火？え？どういうこと？どういうこと？ドレさんだけ映さないのは酷だからってことで飛び火。いや、俺のことだけじゃないのよ。例えば、俺の試合は映ってドレさんの試合だけ映らないとか、俺の試合だけ映って金杯さんとか、同じ条件でも俺同じことを言うと思うの。え、映しましょうよって。たまたま俺が当事者だったから俺がごねてるみたいになってるじゃん。違う。例えば、ドレさんだけの試合ってなったとしても、俺は同じこと言う。かわいそうじゃんって。いや、ないよ、そういうのは。別に、みやびさんがっていう。出ないのはやはり見てる側のモチベーション下がります。でしょ？そう。命張るわけだからさ。公平平等。これで人気ない配信者応援が少ないってだけじゃないのか。応援、それで人気ない配信？いや、閲覧取れないっていうのはあるよ、正直。だけど、今の感じを見てると、閲覧取れないから、弾こうっていう風にとらわれてもしょうがないじゃん。なんだよって、結局俺ら、舞台にも立てねえのかよっていう絶望感あると思うよ。なんでかっていうと、俺ね、これ、言いたくないけど言うわ。ドレさん、この試合にかけてるんだよ。ドレさんは、配信者として大手になりたいの知ってるの。ずっと悩んでたのよ。やっと掴んだチャンスなんだよ。ドレさんって、みんな知らないかもしれないけど、もう10年ぐらい放送やってんだよ。実はめちゃめちゃ古いの知ってた、みんな。ドレさんって、ツイキャスで放送始めましたみたいな感じになってるけど、全然古参なの。もう本当に大手になりたいの。かけてるの。で、やっと回ってきたさ、もう10年間ぐらい耐えてやっと回ってきたチャンスなんだよ。
いや、煽りだ、タカさんね、俺は煽りだったらいいの。チケットが売れませんでした。残り30枚、40枚売りたいと、満員にしたいと、ちょっとワードをネタにさせてもらうわって言われて、あ、どうぞどうぞと。そういう感じだったら俺はウェルカムなんだけど、今回売れてるわけですよ。満席なんだよ。つまり興行としても赤字になることもないと思うのね。お金的な部分で言ったらもうストレスはないわけですよ。で、イベントとしても成功は確約されてるの。なんでそこでマイナス点を作るのかがよくわかんないの。プレミアム感っていうさ。売れてんだもん。いいじゃん。意味わかんないじゃん。で、放送、生放送の一番いいところっていうのは、どんな人でもね、ずっと垂れ流せるところが一番の武器なわけだから、テレビじゃないんだから、テレビじゃねえんだからっていうのは俺は思う。どうなんだろうね。いや、俺、便所太郎さんは相当頭のいい人だから、いろいろ考えてるんだと思うよ。お、便所さん、ふわっち、どこ？お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。